二重な意味でのデジタルトランスフォーメーション時代の製品と GBS の願い事でございます。今日も初心者のための DX ニュースやっていきたいと思います。で今日は、ジンズですね。皆さんご存知でしょうか。そのメガネの、まあ、ご存知ですよね。PC 用のメガネを出して、大ヒットしたというジンズが、心と体を見る新たなメガネ、ジンズミームですね。集中力などを測れるメガネ型端末と10月14日に発売するということで、こちらのニュースを取り上げたいと思います。ジンズホールディングスは、6日集中力などを測れるメガネ型端末ジンズミームの新製品を14日に発売すると発表しました。体の状態であったり集中の度合いを分かりやすくして、最大4割軽くして、掛け心地とデザイン性も高める。在宅勤務が増える中、自己管理のサポートを求めるビジネスパーソンなどへ、販売します。ジンズミームですけれど、これ今回初めて出た商品ではないです。2015年11月初代、登場しているということですね。対応するアプリケーションいっぱい、出てまして、ドライブ中で眠気を感じたらそれを察知して何かちょっとアクションを起こすであったり、心と体を見つめるライフログ、ランニングの無駄を成長に変えるということですね。ランニングの時につけてるとフォームのブレとかを判定してくれるというようなアプリが出てました。さらにですね、2017年12月 Think ラボを飯田橋に開設ということで、ジンズミームの研究成果を使って世界で一番集中できる場所というコンセプトで開発した、ワークスペースと、でここが、非常に注目されていたということになります。これをもとにですね、経済産業省と一緒に調査をしたりですね、いろいろやっていたという、非常に活躍してた商品です。でさらに経産省の働き方改革を推進する施策である HR ソリューションコンテスト、働き方かけるテクノロジー、そこでグランプリを受賞するところまで行ったんですけれど、販売終了、アプリもサービス終了。どうしたのって思ってたんですね。新商品が実はこの2020年4月に出るっていう話をですね、私の知り合いが店員さんから聞いたという話があったんですけれど、新型コロナでちょっと延期になったっていう話を聞きました。店員さんがおっしゃってたっていう話を聞いたんですけれど、ちょっと公式には確認が取れていません。1年半ぐらい遅れて販売開始ということになりました。 Think ラボは飯田橋にありますので、映像とかお見せできませんけれど、カードは入れておきますけれど、コンセプトムービーとか見てみてください。トップページだけちょっとご覧いただきますけれど、これは概要欄に URL 貼っておきます。とにかくですね、集中するというところを売りにして、いろんなコンセプトでですね、オフィスの集中っていうのを徹底的に追求した場所ということで、注目されていました。で今回のジンズミームの特徴ということで、その目の動きであったり頭の傾きを測るセンサーを小型化して、初代よりも小型化して、メガネのノーズパッドの周辺に集めましたよと、この辺りですね。で視線の変化だったり瞬きを捉えて、集中度、気持ちの安定度、姿勢、運動量などを計測できると。であとは専用のアプリで、心や体の状態を把握すると。ある程度いくとですね、緊張状態が続いていますなどと現状を知らせて、気分の切り替えを提案する機能もあります。で私はスマートウォッチをつけてるんですけれど、これもありますよね。その一定時間座ってると、そろそろ運動したらいかがですかっていう話がありますけれど、このジンズビームの場合はメガネと連動してそういった提案を出すと。でアプリ内には数分程度のストレッチなどの多くのメニューを備えたと。アプリの中で、そういったことが完結すると。サブスクリプションということで、アプリの利用に関しては当初ね、1年無料、それ以降1ヶ月500円で年間5000円という料金体系になっているということですね。これはだからアプリだけで500円の利用料ということになります。で、本体は本体で別に売られていて、ジンズミームは6型ですね、12種類で19,800円、もう一つのそのジンズミームプラスジンズスクリーンキットなどの入ってないブルーライトカットのレンズが入るつくということで、これは23,100円と。でこれはアマゾンのみで扱うということです。こちらのホームページもあってですね、コ
ンセプトムービーになるんですけれど、確かにこの最近スマートフォンが登場して、まあ、いつでもどこでも仕事ができるというメリットはあるんですが、逆に言うといつでもどこでも仕事に追われてしまうと、まあ、そういった中でデジタルトランスフォーメーションした世の中でどうやって人間の心と体を健康に保つかというコンセプトであると同時に、このメガネですね、今までメガネっていうのは何かを見るために使われるものだったんですけれど、 IoT インターネットオブシングスでここに装置を埋め込んでいろんなものを計測していくということですね。まあ、そういったコンセプトで言うと、だから製品的にもデジタルトランスフォーメーションしてますということと、あと利用価値についてもデジタルトランスフォーメーションした中でどうやって人の心と体を健康に保つかという、この二重な意味でのデジタルトランスフォーメーション時代の製品と言えるんじゃないかなと私は思いました。10月14日発売ということなので、ちょっと今後の動向を楽しみにしたいなと。まあ、今まで集中力っていうのは数値化することが難しかった。ちゃんと病院とかで測れば、まあ、測れたとしましょう。だけどそれを病院に行かないと測れなかったもの、それをメガネで簡単に測れるようにした、ここが画期的なポイントなんですね。それが応用されてオフィス空間を提案するというビジネスに今なっているんですね。皆さんのオフィスに、まあ、そういった集中しやすい空間を作るというようなこともですね、こういう商品があるとできるようになるわけですよね。だから皆さんのビジネスの中でも、今まで測れなかったですよと、測れなかったものを測っていきましょうということでやっていくと、そこから見えたものが次の価値につながるというような形でですね、発展していくという一例ですね。新商品出たよっていうニュースではあるんですけれど、まあ、そこからですね、まあ、いろいろヒントにして皆さんのビジネスの中で使えないかなっていうような形で見ていくといいんじゃないかなと思います。はい、それでは今日は以上でございます。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。